こんにちは、キス・ザ・ギャンブラーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。シベリアサンドという曲でした。次は兄さんという曲をやります。
がとうございます。次はジンジャーという曲をやります。これはちょっと嫌なことが続いた時に現実逃避する気持ちで作りました。次は子犬という曲をやります。これはちょっとコロナ禍の自粛中に作った曲です。私、寂しい。
次は台風の後でという曲をやります。これは統合失調症の旦那さんを抱えている女性にメッセージを送って帰ってきた返信を読んで書いた曲です。
じゃああと2曲やります。1曲目は今 MV が YouTube に上がってるんですけど、サマーサンライズという曲です。最後の曲になります。この後も、ポンズさんとリサ・クーパーさんのライブが待ってるので、どうぞお楽しみに。次はこの曲はコンクリの家と砂の家という曲です。I'm not afraid to die.
がとうございました。